そのセブンスブルーズが暗いって言われたのがね、若干トラウマになってんのかな、なんか っていうのと、まあ、その松本さんがその暗黒時代って言ったっていう話を聞いて、まあ僕もだからそれの真意を分からずに、自分のアレンジが気に入られてなかったんだっていう、まあそういうふうな、まあね、気に入ってなかったらね、そのアルバム出しませんから。なんだけども、その気に入られてなかったんだ、みたいなののまあトラウマ的なものが、まあほんのちょっとだけ あったりとかして、まあ結構引っかかってたりはしたんですよね。まあ今回のだからその YouTube のおかげでまあいろいろ調べたら、まあ松本様だからまあ本来だからそういうアレンジがなんかいけてないからみたいな風なことではなかったんだなと。よく考えればね、だから松本様ね、そういう風なことを言わないとは思うんですけども、こうアレンジした本人としてはまあそういう風に思っちゃうんですよね、やっぱり自分のことはね。